はい、こんばんは、島津です。本日アイデンティティ5やっていきます。で、氷押しがね、実装されました。はい、こちらになりますね。で、通常の開放は4日後になるみたいです。はい、噂、闇市で手に入れた神秘的な香水のレシピにインスピレーションを得て、独特の忘却の香水を調合した。しかし香水はまだ不完全なため、彼女はそのレシピの由来を追って草原に来たというのがね、調香師の、調香師が草原に来た理由みたいです。はい、じゃあ特質見ていきましょう。調香師は忘却の香水を噴射することで、その時の自身の状態と位置を記録することができる。スキルが持続している一定時間内、調香師はその間発生したことを忘れ、記録した時の状態と位置に戻ることを選択できる。調香師が香水の制作者であり、使用回数が追加される。はい、こちらの香水なんですけど、忘却の香水ね、以前動画で説明した通り、香水を噴射したことでね、その場で噴射した位置の状態を記録してね、その効果が続いている間、攻撃とか受けたりしてもね、香水を噴射した位置の時の状態にね、戻ることが可能です。位置と状態に戻ることが可能となっております。はい、でね、やっぱりあれだね、最初から所持してて使用回数も他の人よりか多いみたいです。はい、でこちらデメリットっぽいですね。記憶喪失、調香師は忘却の香水を頻繁に使い、記憶喪失の症状に苦しんでいる。暗号調整に失敗するとロジックが分からなくなり、振動の低下が一般のサバイバーの3倍、だから失敗すると3倍減るってことですね。恐ろしい。敏感かな。調香師は匂いに敏感で、医療用の機材が生み出す異臭を好まない。治療必要時間が 30% 増加なので、他の人を治療する時の治療に必要な時間が 30% 増えるみたいですね。なんで香水以外はちょっとデメリットがね、ありますね。特に記憶喪失はちょっときついかもしれないね。うまくスキルチェックね、成功できない人とかは結構苦しむかもしれません。はい、以上が調香師のね、説明になります。ということでね、恒例のガチャ回していきましょう。どこだっけ、あれ、あ、こうか。あ、ちなみにイベントなんだけどね、どうにかクリアできました。マジシャンのね、衣装までゲットできましたね。お、神髄6だね。はい、11個あります。なんで11回と霊感が100溜まってるんで、12回回していきたいと思いますね。たまにはね、先行でやらせてほしいもんですね。じゃあ行きましょう。はい、来るか。お、いいんじゃねえか。かぶった青い怪物当たりましたね。あー、ジェイドがかぶっちゃった。いや、結構かぶってるな。大義も3つかぶってる。マジかい。どう、かぶった、まさか。かぶってるね。いや、これはいけん。いやー、大爆死ですね。じゃあ、あと1回。引いていきたいと思う。かぶってる。あ、かぶってない。よかった。心眼のやつでしたね、最後。はい、神髄6。見事、先行キャラ。獲得ならず。まあ、4日後には手に入るからいいんだけど。悲しいっすね。じゃあ、ね、神髄1と2が来てるから回したいと思う。ドン。あー、いらない。
あんまいらないね。さあ来るか。おお、エメラルド来ましたね。空軍ありがたい。はい、以上がガチャの結果となります。ということでね、本日も一戦やっていきましょう。今回はハンターでビオレッタ城ですね。はい、精神病院行きましょう。敵はおりませんね。とりあえずそうだね、最初はこういう風にしてやりづらくしましょう。はい、あ、耳膜あった？あったっぽいな、耳膜。あったかな、耳膜。あ、おっと、そっちか。じゃあ、行きましょう。そっち方面にいんだね。よし、これで、今回以上持ってきてるんで、邪魔はできそう。まだいじってんね、限界まで。で、逃げた。泥棒か。追いましょう。しっかりと。逃げた。どこ行った？そっち行き止まりじゃない？だよね。確実に。あ、やばくそ。長。え、あ、届かんか。射程がね、うまくつかめてないっていうですよ、島津さんって。今のを逃さんかったらいけたけどね。ここだ。よっしょ、やっと取れた。すいません。じゃあち、解毒機の近くにないね。まあ、ここにしとこう。よいしょ。で、2箇所設置。1箇所はこっちね、防ぐためにで、こういう感じかな。こっちも、あ、ちょっと村ができたね。うまく張れない。クソ、失敗だなこれ。で、あ、来てるね。来てました、いてました。外れた。よいしょ。ここ入った。おお。あ、そういえばあれだったな。チェアに座ってるとき何パーかの確率で、ワンパンにできる能力持ってましたわ、私。20% かな。20% の確率か。で、その 20% に見事当選したみたいな。はい。あ、これはいいぞ。いや、ワンパンいいね。まあ、確率なんだけど。これ、泥棒行くんじゃねえか。あ、泥棒助けに来たね。まあまあ仕方がないっすね。じゃあこっちをうまい具合にセットして、こんな感じかな。行こう。着いたか。いるね。あ、蜘蛛の巣に引っかかってんのか。外れた。 OK、 やった。おい、ちょっと待って、おこ来てる来てる来てる。あ、逃げた？これ。外れるな。よいしょ。入った？入ったね。相打ち。痛み分けです。戻りましょう。助けられちゃった。よいしょ、入った。泥棒起き上がっかな。戻ろう。あ、また戻ってきた。これはやろう。あら、くそ、射程ミス。追いつけ。あー、ダメだ、ごめん。もうちょっとだね、もうちょっと。いや、今射程ミスが多すぎるよ、島さん。よいしょ、開いた。開いた。すんません。やっとっす。
で、あん泥棒ね、起き上がれる能力持ってないね。これチャンスだ。はい、うん、起き上がる能力を持ってないです。これはありがたい。じゃあ泥棒くんにはもう行ってもらいましょうか。ここでいいや。はいはいはい、バイバイ。で、後ろは今ね、網引っかかってるから見えてますね。オッケー、ういしょと来た。よし、位置がわかるからいいね。あいつ入った。一気に足が遅くなりましたよ。さあ、トライだ。ありがたい。チェアそこあんね。これなかなかいいよ。うん、あと弁護士一人だからね。はいはいはい。さあ、あと2個で来てるね、弁護士近くに。うん、ああ危ない危ない。今になって異常を使うって、異常ってなかなか使わないよね。うん、使いたいと思ってなくて、追うのでも手いっぱいで。後ろか、これをしっかりね、効率よく使えれば強いと思うんだけど。来てる来てる来てる。よいしょ、いた。あとはあいつだけ。はい、入った入った入った。よしよし、落ち着け落ち着け落ち着け。今なんでここ、入った。よし、全滅どうにか。射程距離がつかめない、悲しいな俺。うん、ちょっとまだね、やり込みが足りないってことだね。じゃあな、あと2人。庭師が起き上がらないってことは、回復あれつけてないんだろうね。1回だけ起き上がれるやつだ。次弁護士、弁護士が怖い。一応ダウンしてるキャラの位置が分かるようになってんだけど、あれどこだったっけ。こっちから来たんだよね、相手。お前はもう包もうか、ここで。クルリンパ、クルリンパじゃないな。オッケー、弁護士も行きました。地下が解放された。あだね、やばいな。まあ、ポイント、これポイントもらえるよね、確か。あ、もうた足してたか。さあ、庭師がどこいるか。ここら辺だったよね、ハッチ。あれ、庭師どこかな。反応がないですね。多分どっかさまよってると思うんだけど、諦めずにね。まあまあまあ、いけたでしょ。ほぼほぼ全滅ですよ。うん、いないね。いないですね。これはもうこのまま気絶かな。気絶っていうか、なんて言えばいいかな。ダウン、ダウンですね。ダウン状態ですかね。まあ、いただきました。おー、うん、もうちょいで行きそう。もう一周してきたよね。一周してきていないってことは、どっか住みに行ってんだろうね。よし、行きました。久しい全滅です。 OK。 はい、というところでね、今回うまくクモの巣使えたんじゃないかなって感じでした。やっぱビオレッタ城はね、蜘蛛の糸をね、使わないとね、効率よく。
なかなか捉えることが難しいんでね、あの結婚者使う人もね、しっかりとあの蜘蛛の巣使ってください。まあ、使い方としてはあれだよね、板の方に逃げないように蜘蛛の巣を張るとかね。うん、まあ いざね、板の方を向かっていってもね、移動速度が低下しているんで捕まえやすくはなってるんで、まあああいった仕掛け方もするのもいいかと思います。はい、それではね、本日はこれにて失礼させていただきます。またね、撮っていくんで、よろしかったら見てやってください。島津でした。ではでは。